マウアーは、ドイツビュルテンベルク州ラインネッカー郡に属す自治体。マウアーは、人口3800人が住む、住宅地として狭い地域で重要なだけでなく、ホモハイデルベルゲンシスの発見地として、国際的に有名な町である。マウアーは、ラインネッカー大都市圏の一角をなす。クライヒがう北部から、オーデンバルトへの境界領域にあたるエルゼンツ川の渓谷に位置する。 ハイデルベルク、ジンスハイムの中間、標高約130メートルから240メートルの町である。境を接する市町村は、北から時計回りに、ビーゼンバッファメッケスハイム、ビースロフホ、ライメン、バンメンタールである。マウアーは、1048年に、無論として、初めて文献に記録されている。 この名前は壁を意味するが、どの建物を指しているのかは不明である。最初の入植は8世紀から9世紀頃に始まった。エルゼンツ渓谷の近隣地区も同じ頃に入植が始まっている。この村は、まず、シュタウフェン家のビンプフェン付属の帝国領となった。1330年頃にメッケスハイマーゼントと共にプファルツ選定公領となった。霊園領主には、 1208年から1374年までマウアー家が存在したことが明らかにされている。その後、婚姻や相続により、領主権の所有や権限範囲はしばしば変動した。その中には、例えばローゼンベルク家、ニッペンブルクやフェヒェンマッハ家、ベッテンドルフ家、ツユルンハルト家などの名が挙げられる。1831年に最後にマウアーを領していたのは、 ゲーラー・フォン、ラー・フェンス・ブルク・ダンシャクであった。1522年に、おそらく、フランツ・フォン・実ッキによって、マウアーに、宗教改革がもたらされた。30年戦争では、1622年に、バイエルン軍、1634年に、スウェーデン軍の略奪にあった。さらに1689年、この村は、メラックス軍によって焼き払われた。村には、 中世世紀から水木が築かれていたのだが、1778年に消失した。ネッカー・アゲミュントからハイルブロンへの幹線道路が拡張されたことで、1780年頃にマウアーは大きな発展を遂げた。ゲーテもスイスへの旅の途中で、1797年8月27日にマウアーを通り、死を読んでいる。 ハイデルベルク人の科学骨のレプリカマウアーデの砂採取は1584年から行われており大きな採砂がいくつも掘られていた。採砂庫、グラーフェンラインから1907年10月21日ダニエル・ハルトマンが60万年以上前のものと思われる大変に保存状態の良い科学骨を発掘した。発掘された場所は何メートルもの沈殿物からなる地層である。 このため、この原人はこの辺りに住んでいたのではなく、50万年前には、現在とは違う川筋を流れていた原ネッカー川が、大量の砂や砂利と共に、この化石を運んできて、現在の場所に堆積させたと考えられている。マウアーの最左項からは、この他にも、たくさんの動物の化石が発掘されている。砂の採掘は1960年代まで、続けられていた。 1803年にマウアーは、バーデン領となり、ネッカー・ゲミュント・管区に所属した。1807年には、ハイデルベルク上級管区直属のマウアー・管区が、創設されたが、1813年には再び、ネッカー・ゲミュントの管轄下に戻された。さらに1857年にこの管区全域が、エーバー・バッハ管区に編入された。1864年以降は、 マウアーはハイデルベルク管区の所属となり、この管区を母体とするハイデルベルク軍を経て、現在のラインネッカー軍の所属となった。19世紀には度重なるエルゼンツ川の洪水に悩まされた。1862年にエルゼンツタールに鉄道が創業開始し、1898年からはハイデルベルクへの通勤列車が運行されるようになった。1902年、 この村に伝統が惹かれた。マウアーの住民が自動車を所有し始めたのは1920年頃からである。この頃、政治的には中央党が最大政党であったが、バイマル共和制の開始直後には、社会民主主義者が勢力を拡大した。1930年以降は NSTP が最大政党となった。1939年の戦争開始とともに、 男性住民は徴兵され、やがて企業は労働力不足から閉鎖に追い込まれた。第二次世界大戦の末期には、この町の接着剤工場が標的とされ、低空攻撃の目標となった。この町は1945年以後、大きな発展を遂げた。戦争直後にマウアは416人の放畜民を受け入れた。このため、住宅地の配分が間に合わなくなった。 時代とともにマウアーは徐々に拡大を続け、社会資本を備えた住宅地や活気のある市民団体が作られていった。1994年、マウアーを含むエルゼンツ渓谷国の街は20世紀最悪の洪水に見舞われた。この反省から新しい堤防が作られた。ビーゼント川の渓谷を抜けるバイパスが建設されたことで、 それまで1日に4万8000台もの通行量があった町の中心部は落ち着きを取り戻した。さらに大きな新興住宅地の造成が行われ、人口は再び増加した。マウアーの人口は17世紀に30年戦争や、それに続くフランスとの戦争のために減少した。大きな人口増加が1780年に本通りの拡張工事が行われた時代に起こった。 19世紀中頃からは、貧困から、人口数は停滞したが、やがて工業化や、鉄道建設により増加に転じた。第二次世界大戦後は、旧ドイツ領の東プロイセンやシレジアチェコ領であったズデーテン地方などから追放された、多くのドイツ系法置組を受け入れ、人口が増加した。マウアーの町役場、マウアーの議会は5年ごとの直接選挙で選出される14名の、 議員からなる。これに市長が議長として加わる。図柄銀字に緑の土地。その上に強壁を4枚持つ赤い壁。13世紀にマウアを統治した貴族家はこの村の名前にちなんだ紋章をすでに使っていた。1752年のものであることが知られている村の裁判所の印象も壁を描いたものである。こうした歴史上の先行例を考慮し、 この文章は1911年に認可された。旗は緑赤。いつからこの旗が用いられているかは定かではない。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献であり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。